チェン隊長からの重要な依頼です。郊外にて警備任務に当たっているロドスの簡易拠点へ届けてください。配達の条件は3つ。午前0時までに届けること、水平を保つこと、強い衝撃を与えないこと。物騒な注文じゃねえか。理由は？内部機密です。中身は？機密です。わかったよ、黙って仕事するさ。そういえば、また先日もマフィア相手に暴れたそうですね。耳揃えてきっちり弁償しただろうが。くれぐれも荷物には影響のないように。では、ロドスの皆さんによろしく。